この日、警視庁警察学校で壮絶ないじめを受け、それが引き金となり退職。現在、党を相手に訴訟中の元警視庁警察官の取材を都内某所で行った。そしてその帰り、職質された。もう少し前にですか？もう少し前に。はい、今職質されそうです。これまで僕は素直に職質に応じてきましたが、警視庁の職質を拒否すると応援を呼び囲むという話をかねがね聞いていたため、今回は少しごねてみることにしました。杉川と申します。はい、何でしょうか。あ、すみません、パトロールで回ってまして、はい、ちょっとごめんなさい、最高反対走った時に気にしてる様子見られたんで、はい、ちょっと声かけ、気にしてたのもそちらじゃないですか。僕警察によく声かけられるんで、あ、本当ですか。また来るかなと思って見てたんです。ああそちらも見てたんで、案の定来たかなって感じです。私運転してたんですよ、はい、でちょうどこの右側で、はい、で、あ、車出てきたなと思って、はい、で2回見られた、こっち見られた、ま、じゃあ見られたというか、はい、いや私がこうやって見てたから2回ぐらいプッて見てたじゃないですか、はい、だから何かなと思って、すみません、ちょっと気になって見せていただきました、はい。なんで職務質問なんですけれども、はい、はい、あ、動画撮られてるんですか、はい、はい、あ、よく声かけられるんですか。この辺りの方なんですか。お仕事、車見てください。ナンバー見てください。ナンバー湘南ですよね、はい、はい、ここら辺じゃないです。じゃあ免許証よろしいですか、見させていただいて。見せる必要がないんで見せません。いや、運転されてるんで見せる義務はある。じゃあそれ法的根拠言ってください。僕はただ運転してただけで、はい、違反してたわけでもないと思うんですけど。もちろんもちろん、その状況で見せたくないってことですか。見せたくないじゃなくて、見せてもいいんですけど、はい、見せるなら法的根拠を言ってください。違反してたわけじゃないのに免許証を見せなきゃいけない理由を言ってくださいって言ってるんです。理由があるんだったら僕は見せますよって。違反してるしてないじゃなくて、車を運転しているので、はい、運転手さんの義務として見せていただく。いや、義務ってそれ法的な根拠なんですか。見せなきゃいけないんですか。確認のためです。それはお巡りさんの個人的な確認したいっていうその気持ちです。ですか。いや、だから法的で見せなきゃいけないっていうんだったら見せるし、はい、見せなくていい状況だったら見せませんよって話です、はいはい、余計なことはしたくないですよって感じ。僕警察官信じてないんで。警察官のこと好きじゃない人って世の中たくさんいるんですよ。いますね。ご存知だと思うんですけど、はい、で僕、はい、お前さん2人に何の敵意もないんですけど、はい、警察官っていう人たちが嫌いなタイプなんですよ。まあ今までで嫌な思いしたりとか、はい、嫌な思いしましたね。そういうのがあるから、そうですね、私たちがどうこうっていう間にその職業のやつらはもうみんな同じじゃないかっていうので嫌だってことですよね。申し訳ないですけど、そういう風なの、はい、ので僕も抵抗心が出てきちゃう。もちろんもちろん、それはすごくわかります、はい、だって今初めてやったのばっかじゃないですか、はい、もちろんで、マスク越しでこうやって2人で見られてるし、はい、まあ威圧的なわけですよ、はい、いや、マスク取ってもいいんですけれども、顔隠すためとかではないんですか。あ、そうですか。まあ何しろこうマスクしてると、はい、こちらもなんかおまれさんの表情もわかんないから、はい、その鋭い目つきしか見えないわけですよ。もしかしたら口笑ってるかもしれないし、優しいかもしれないけど、ぶっちゃけマスクして職質されるとこっちもなんかこの人たち攻撃性あんのかなって思っちゃうん で、ましてだって職質ですかっつって車の中引っぺかすわけじゃないですか。で SNS とか載ってるように場合によっちゃ警察官応援呼んで囲んだりするわけじゃないですか。そういうのをやられるぐらいだったら最初から落ちたくないですよっていうスタンスで僕はやらせてもらいます。僕に対して職質しようって思った理由って何ですか。まず職質って軽食法2条ですよね、はい、軽食法2条のどれに該当して僕に声かけようと思ったんですか。って固まるじゃないですか、はい、異常な挙動してました。周囲の事情から合理的に判断してどうでした。勉強されて、勉強してますよ。あ、そうなんですね、はい、簡単にまとめると、不審者、犯罪をしてる人、犯罪をしそうな人、または犯罪情報を知ってそうな人です。まあ何か犯罪してそうでしたかね。異常なとは言わないですけど、はい、まあ、パトカーのことを、まあ、何回か先一番最初のお話しさせていただいたんですけども、はい、だからそれが、まあ、もちろん私も見てましたし、はいはい、それは別にあのまた来るのかっていうので、はいはい、逆に僕はサインを送ったつもりなんですよ、はい、あのもう来ないでねっていう。2回ぐらい最後ったやつですか。じゃなくてですか。ブレーキランプ2回は曲がる手前のところに。歌ですよね。はい、ドリカムはさておき、
警察官と目が合って視線をそらすとそれを理由に職質しに来るので僕はあえて視線を送り続けてたんです。私こうやって見て、はい、で2回パッパッと見られて、はい、でその後多分、まあ、見てらっしゃるか分かんないですけど、まあ、パトカーちょっとゆっくり行ったんですよ、はい、でその先でタクシーが止まって、うん、お客さん乗せるかなんかで止まって、はい、その先のところで曲がる手前の時にブレーキで1回止まってさらにまた手前のところでプッと止まったんで、うん、ただそれで何かあんのかなとも思ったんですよ。気にしてるプラス、はい、1回目の停止は普通に安全のために止まっただけですが、2回目はね車にカメラを設置しようとして、左に寄せて止まってました。ただ2回目の停止はね、交差点曲がった先なんでパトカーから見えてないはずなので、すで、に2回目があった時点で変だと思って展開してきてるはずです。まあでも僕普通に、はい、まあ車道運転してたし、別に 急加速して路地入るでもなく異常な行動はしてなかったはずなんですよ、はいはい、でもそれでもまあ気になって声をかけたっていうのはまあ了解してます、はい、で気になって声をかけて今話した結果どうですか。いや今現時点、はい、いやもう別におかしい人じゃないなっていう印象です、はい、ありがとうございます、はい、例えばこれで話してみて、うん、もうすごくキョロキョロしてるだとか何かだって言うんであれば異常な挙動ってやつですよね、はい、やる権利があるし理由も出てくると思うんですけど、はい、僕は今こう見えて落ち着いて話してる風には思ってるんで、はいはい、そうなってくると会話で終わりでいいのかなって思うんだけど、はいはい、僕も逆に言うとお巡りさん信頼できたんでこの短時間で全然車の中見たいって言うんだったら見てもらって、はいはい、それは大丈夫です、構わないです、はい、初めてご視聴の方、びっくりさせてしまってごめんなさい、僕はね基本職質を拒否するつもりはありません。悪い警察をあぶり出すためにやってます。でもマジの周りが本当最近増えてきてるんで、これは分かります、はい、分かりますっていうとまたちょっと語弊がありますけど、あの警察官、はい、人数も多いですし警察の中でもいや悪い人いるんですか、分かるっす、だから合う合わないありますけど、はい、ありますけどやっぱちょっと変やっぱこう抵抗しちゃうわけですよ、はい、優勝金、あ、もう優勝金だけど最近変えたばっかり、あ、本当ですか、はい、すいません、はい、ありがとうございます。でも浅草って、はい、ちなみによく通られるんですか。いや、それが、はい、あんま通られないですか。実は、はい、実は、はい、実は私、はい、これなんですよ。ああ、そうですよね、はい、ちょっと途中気づきました、はい、気づきました、気づいた、はい、で、はい、今見せたのはこちらヨッシー部長ステッカーベースで販売中だ、はい、気づいた、はい、これで分かりました、ごめんなさい、はい、全然分かんなかった、ヨッシー部長ですよ、私、いや私は途中から、はい、この、ええ、顔の角度で分かったんです、気づきました、はい、ありがとうございます、あれと思ってで、こういう風にね、はい、作りたいね、はい、今日実は警視庁の警察学校でいじめを食らって、はい、で依願退職をして、はい、今裁判をしてるっていう人と浅草で会ったんですよ、はい、知らない、この話は次回アップします。こちらもひどい話となってますのでぜひご視聴ください、はい、でこっちに来たと、はいはい、で取材をして、はい、今に至る、でこれから帰ろうかなってやってた時に、はい、あ、来たなと、あ、ぶっちゃけ見た目で来てるじゃないですか。いや、それはもう分かってるから、俺もやってたから、はい、いや、でも気にされてましたよね、いや、それはもちろんもちろん、あ、警察来るなっていう、だからだってあれ逆に、はい、俺多分見なかったとしても来るっすもん、来るっしょだって、この汚い系が、ああ湘南ナンバーで、あ、なるほど、でだから最初から俺は見るパターンで行ったんですよ、全然見るんだったら見てもらって、別に警察嫌いじゃないんで、ムカつくおまわりが嫌いっていう、あ、だからどうすんのって、あるやつ出して、いるじゃん、大丈夫でしたか、全然大丈夫です、全然大丈夫なんで、ああのいいなって見せてもいいなって思ったん で別に見たいんだったら見てもいいけど、はい、もちろん何もないんで、いやいや、もう全然大丈夫、はい、いやいや、もう全然大丈夫、はい、分かりました、はい、以上でございます、すいません、すいません、こっちもなんかからかったみたいな感じ、ご協力ありがとうございました、ありがとうございます、はい、という感じでね、職質受けました、
ということで、改めまして元神奈川県警巡査部長吉井部長です。今回の動画で初めて見てくれている方もいると思いますので、改めて自己紹介します。私元警察官なんですけども、最近素行不良な警察官が多いということで、ボランティアで捨て身でパトロールを回っているものです。チャンネル登録がまだだよっていう方、ぜひねチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。はい、ということで今回ねショート動画を先に上げてまして、プチ炎上しております。ニュースなんかでも取り上げられちゃって、警察官を論破する元警察官なんて感じで取り上げてもらいまして、はい、バカアホキモいと何人に言われたか分かりません。はい、ということで僕もね客観的な意見が聞きたいので、奥さんにね登場してもらおうかなと思います。いちゃまるでーす。奥さんとして俺のショート動画見ててどう思った？うざいね。うざいよね。うざいんですよ。1分だけだとうざいやつなんですよ。切り方の問題だよね。切り取り方と、あと何の説明もないから、うん、こういう人だと思われてるじゃん多分。これね、初見の人は、はいはい、やばめなね。だってこれだったら、だって出歩きたくないもん一緒に。そうだよね、これだしね。それもだけど、もう これが嫌だじゃん、うん、まずこのサングラスね、これはだってもう関ジャニの安田くんがつけてるようなタイプの色眼鏡、これはもう似合う人ラッパー風ほぼいない、ほぼいないんで、これで素敵な人は。撮りますね、はい、撮りますね。で、あとはあとコメントでもいただいてたんだけど、はい、なんかクイッてしてるとこがあって、うん、法的根拠を言ってください、クイッてしてる、超うざいよね。でもそれは演技込みだから、ね、もちろんですよ、エンタメだから。そういうのも含めて、この活動の他の活動とかね、はい、何のためにやってるかとか、吉井部長のキャラクターを知ってる人からしたら、うん、こうわざとやってるって分かるからいいけど、これ初見で見たらただのクソうざいおじさんだよ。間違いないです、はい、で失礼しました、はい、意味があってやってます僕はこの活動を、うん、っていうのをねこれから話していきたいと思うんですけども、うん、っていうか俺もさ、うん、動画見てて気になったんだけどさ、うん、水飲みすぎじゃね俺。気になんなかった？もう俺やっぱ警察本当に好きじゃないんですよ。というのと、うん、実際に警察官に見られてるっていう緊張感で、うん、もう口ネチャ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 、音すげえ拾っちゃってんの。知らない、そうなの。そう、本編動画だと分かりやすく俺のネチャネチャ音がネチャネチャ音が聞けると思います。もうそのぐらいすごくコメント来ちゃうんじゃない、ネチャネチャ汚いってね。来てるかもしんない。もう見たくないから見てなかったんですけど、うん、まあまあ高まりましたよ、うん、本当に、うん、はい、あっていうところで、うん、今回の、ショート動画であった一番多いコメント、うん、見ました。見たけど一番多かったの何だったかな。まああれですよね、素直に応じればいいのにとか。あ、そうだね、はい、見せた方が早いのに、うんうん、とあとはキモい。キモかね。警察の方お疲れ様ですみたいな、こういう変な人相手にしなきゃいけなくてみたいな、そういう感じのコメントも非常に多かった。まあ彼が結局自ら隊で同じように職質して警察官やってきたから、私は質問したことがあるけど、うん、自ら隊の方たちがやってる職質の中で国民のために実際になってるような謙虚はあるのかって言ったら、まあほとんどない。非常に少ないのが実態なんですよね。なんかね、治安維持のために警察官は頑張ってくれてるのに、うんうん、余計なことするなって、うん、いやいやいや、実情知らないからそういうこと言うんだから、うん、ほとんどは余計なことをするんですよ。言いがかりでね、うん、車の中にあった工具を見つけて、うん、ね、あ、これ武器で持ってんだろうと、うん、でキャンプでしまい忘れたナイフ見つけられて、うん、銃刀法違反で検挙されるとか、うん、ね、そういう活動が多いんですから、うん、でそれが少数で、なんだろう、実際に窃盗のなんか盗んだものを積んでて捕まえるとかさ、うん、本当にこうみんなのためになる悪を取り締まってるっていうのの方が多いっていうんだったら、まあ意味がすごいあるしお疲れ様ですと思うんだけど、うん、
実際そうでもないんでしょ、だって。はい、あのこの実情に関しては、うん、まあ、あの警察官に職質された時に聞いてみてください実際はね、うん、あの組織のための、ね、点数稼ぎが多いかなというふうに僕は思います、うん、はい、よくも悪くもビジネスで結構職質してる感じだと、うん、思うから、うん、まあそんなにね、お疲れ様っていうか、うんね、うん、まあ流れ作業ですよ、はいはい、まあそれが現状ですね、はい、はい、まあ、動画のメインのタイトルにも書いてる通り、うん、あの場面で免許証を見せなきゃいけなかったのかというところなんですけど、うんうん、まあ、この問題いろいろ近くで見てると思うんで、うん、答えは何だと思いますか？義務はないです、うんうん、で法的根拠って警察の人はよく使う文言、うん、法的根拠って法律に関わる仕事してない人って言わないのよ。使わないんだ、うんうん、日常生活で、はい、だまず法的根拠っていうのを通ってる時点でうざいのよ多分。なるほどね。一般の民からすると生きってる感じになるの。論破系の一生懸命なんかこの変な面したやつが分かったような用語を使って警察を詰めてるみたいなね。そうそう、そうそう。でも警察でよく使うんだよね、はい、法的根拠に基づいてなんか行動しなきゃいけないっていうのを習ってるから出てくるんだよね。 でその法的根拠から言うと、実際交通違反をしてない状態での職質で提示義務はないんです。なんで今回の件で、嫌疑を持てるかっていうと、まあ、あのコメント欄にも書いてくれてた人がいたと思うんですけど、道路交通法の67条の2項かな、あの簡単に言うと、フラフラ運転をしてると、うんうん、で無免許運転の疑いがあるとか、うんうん、あとは酒気帯び運転の疑いがある、あとは過労運転の疑いがあるだとか、まあ、そういった人に関しては、まあ、見ることができると言うんですけど、うん、いやいや待てと、うん、俺この容姿だし、もうガキンチョでもないから運転技術も普通にあるし、うん、その言いがかりは通らないでしょと、うん、因縁でしょっていう話なんですよ、うんうん、でもまあ警察は因縁を結構つけれる職業だから、まあ、因縁つけてなんぼですからね因縁つけられちゃうと、まあ、提示しないといけなくなる可能性はあるけど、うん、基本的に違反してなければ提示義務ないんだけど、うん、多分コメントをしてくれてる人は運転してる以上免許証を提示する義務があると思ってる人がほとんどだから、うん、まずそこ知らないんだよね、うん、みんな多分そうだと思う、うんうん、でおまわりさんも義務ってワードを使ってたけど、うん、あの二人は悪い人じゃないから、うん、多分その言葉の使い方が良くなかった、あのワードチョイスが悪かったっていうだけで、うんうん、まあ運転してんだから見せてくださいよっていう話だとは思うんですよ、うんうん、でそれに関しては僕もそうあるべきだと思うんですよ、うん、普通に警察官が免許証を見せろって言った対象って、うん、まあ、ちょっと変わってる人が多いだろうから、うん、僕は見せるべきだとは思うんですけど、うん、現行でそういう法律じゃないんだから、うん、無理してやるのは違うんじゃないのっていうのが僕の考えなんです、うんうん、こうやって言いくるめてどんどんことを有利に進めていくんだよっていうのの今回はレクチャーでね。その通りです、うん、それはもう職質にも関わってくるじゃないですか、うん、もう市民側ってどこまで対応するのが正解なのかって分かんないじゃないですか、うん、だけど警察はね、そういう人を狙って強気で言うわけ、うん、で僕みたいな知識がある人間は無理なわけですよ、うん、だから情弱ビジネスですよっていうのを皆さんにお伝えしたい、うんうん、今回は法的根拠はなかったはずだから、提示義務はなかったんだけど義務がある強制化のように言ってきた、うん、こういうことが起こしてますよっていう動画です。そうです、うん、それを伝えなかったんです。はい、決してね、なんか警察官を煽るだとかね、うん、そんな気はないんです、うん、ね、無理やりほらやってくる警察官いるじゃん、うん、そういう警察官を炙り出すためにやっております、うん、はい、でコメントにもいただいてて、まあ、こいつの彼女がいるなら早く別れた方がいいとっていうのとかねそこまで言わなくてよくね、まあ、結婚しちゃってるんでちょっと簡単には別れられないんだけど、まあ、こんな人だったら結婚してないわけですよね、はい、
うん、キャラクターとして、はい、今回はこういうトライアルをやってみたっていうことで、あの、もともとは根はいい人なんで、はい、あの、ご安心ください。はいはい、できれば応援していただけると幸いです。はい、という感じでね、まあ、職質のこういう細かいところに関しては説明しだすとキリがないので、今回はここで終わりたいなと思います。またね、あの、詳しくこういう話をね聞きたい方はチャンネル登録して次回の動画楽しみに待っていてください。という感じで今回はこちらで終わりたいなと思います。また次回の動画で会いましょう。ザーシャでした。